はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中二理科天気、気圧と風、湿度の4回目です。前回までで気圧と風、高気圧と低気圧だったり、どっちからどっちに風が吹くのかの説明をしてきました。で、今日からは湿度について説明していきます。で、まずちょっと1年生の復習で、あの0の1の実験の時にも見せたんですけど、この水蒸気の変化ということで、冬の窓ガラス、冬に部屋で暖房を焚いてると、窓ガラスにこういうふうに結露したり、あとは夏にこういう冷たい飲み物を用意すると、そのグラスにこんなふうに汗みたいにこう水滴がいっぱいつきますよね。さあ、この水滴がどこから来たかです。で、これ中のクリームソーダ、ソーダが外に染み出してるのはおかしいですよね。ガラスのコップやし、そんなに染み出すはずないし、色もついてない、これ無色透明の水滴がついてます。はい、もっと言えば窓ガラスなんて染み出すにも染み出す水もともとないですよね。さあ、ここでちょっと1年の状態変化を思い出してください。まず水っていうのは固体で、この雪だったり氷だったりの状態がありました。で、これが温度が高くなると溶けて、この水、川に流れてる水、液体の水に変わりました。で、これがもっと高くなると、温度低くてもですけど蒸発したり、あと沸騰したりして気体の水蒸気になります。で、この水蒸気は目で見えないんでした。で、これも2年生になったので、あの原子分子のところで習いました。 H2O っていう水の分子がもうバラバラに分かれて飛んでいる。で、あれって1センチの1億分の1ぐらいのすごい小さい、もう顕微鏡でも見えないぐらい小さい粒なので、ここに1個ずつ飛んでてもこの水蒸気は目で見ることができません。その水蒸気が冷やされてまた液体の水になったら、この霧のように白い粒々で見えるようになります。はい、その時に飛行機雲でも説明したんですけど、飛行機のこのジェットエンジンから、その燃料が燃えて水ができるので水蒸気がいっぱい出ています。でも、ここは温度が高いので水蒸気は気体なので目で見えません。でも上空温度低くて、その水蒸気が冷やされると、こういうふうに飛行機雲は水の粒、液体の粒になって白い雲として目で見えるようになります。さあ、ここで0の1の実験を思い出してください。こういう金属製の容器に水を入れて、で、少しずつ少しずつ氷水を入れていきました。そうするとだんだん温度を冷やしていって、観察していると 11.5 度になったところで、ここに水滴がつき始めました。で、もっと温度の低い氷水は水温 4.5 度ぐらいだったので、このようにいっぱい水滴がついていました。さあ、ここで前置き長くなりましたけど、今日のポイント一つ目です。凝結、ちょっと難しい言葉ですが、水蒸気が水滴に変わること、この空気中にいっぱいある水蒸気が、いっぱいあるけど目では見えないですが、それが先ほどの金属のコップだったり霧だったり、あと飛行機雲だったりみたいに目に見える形の水滴に変わる、このことを凝結と言います。さ
さあ、でもう一つ今日のポイント2つ目、これが今回めちゃくちゃ大事な言葉です。はい、これ露天と言います。これ梅雨っていう感じですね。梅雨の天、露天と言います。空気に含まれている水蒸気が凝結し始める時の温度ですから、あの実験で言うと金属のコップに氷水をちょっとずつちょっとずつ入れていきました。で最初気温 22.4 度ぐらいだったんですけど、20度、19度、18度、水滴つきませんでした。で 11.5 度にした時に初めてコップの表面が曇り始めました。でその温度が露天と言います。ですからあの0の1の実験の露天は 11.5 度ということになります。さあ今日はちょっと1年の復習が中心になってしまいましたけど、この2つの大切な言葉しっかりと覚えておいてください。で次回ちょっと難しい飽和水蒸気量の話をしたいと思います。では今日の授業は以上です。